美しい星、地球。その地球で、今から8000年後の科学力によって作られた、NASA の超最新式の凄まじい速さを誇るすごいマシンを使ったと仮定しても、到着まで5時間はかかるほど遥か宇宙の彼方に、地球と同じく、文明が存在する惑星が存在する。その惑星の名は、中学生。この星の住人はその名の通り全員が中学生。そしてこの星は神によって決められた4つの掟に支配されている。まず1つ目、一切の色の使用を禁止する。色鉛筆も絵の具もクーピーも禁止だ。2つ目、この世でおしゃれな服はこの全身タイツ型の制服だけだ。3つ、全ての行動は1秒で済ませろ。一言に1秒以上口を開いたらダメだ。最後だ。貴様らの行動は全て10秒ごとに区切られて記録されている。ああ、それともう一つ、おやつは100円までだ。なんだと？普通200円までだろ。自己紹介が遅れたが、俺がお前らの担任の佐藤田中だ。はい、これ覚えておくんだな。残像だ。160センチ。ねえねえ、ホチキス持ってない？あ、持ってない。先生、人を好きになるってどんな感じだ？その問題、俺が解く。黒のカリスマ、蝶野正弘参戦。俺だけで釣り合いんだ。誰か消しゴム貸してくれよ。中学生スーパードラッグス。